セカンド G に存在する、まあ、難しいね、クエストをやっていきます。総刺激点、レッツゴー。もうしっかりとね、ガチ集中してやります。やばすぎない？このフィールド。ねえ。やばすぎない？終わったこれは連射で手数を増やして終わり。はい、皆さんどうもこんにちは、あやおです。ということで本日もね、モンスターとセカンド G しっかりとやっていこうと思います。ということで、セカンド G やっていくんですけど、まあ、前回は総刺激点というね、ラージャン2と同時のバカみたいなクソクエストに行ったんだけど、今回も、まあ、同じようなクエストです。はい。イベントクエストで、モンスターハンターセカンド G といえば、このクエストってね、言われるぐらい、かなりね、難易度の高い、クエストを、まあ、ご用意したというかね、行こうかなと、思います。はい。はい。その噂のクエストが、こちらの武神桃園というクエストになります。はい。このクエストですね。ナルガ・クルガ・ティガレックス・グラビモス・ホカって書いてあるんですけど、ディアブロス・アシュ、そしてラージャンと。ここでもまたラージャンが出てきます。はい。このクエストは、あの、5匹のモンスターをね、まあ、ぶっ潰さなきゃいけないんだけど、まあ、これクエスト50分で、まあ、5匹ということは、単純計算で1匹、まあ、10分以内には討伐しなきゃいけないというね、グラビモス・アシュも10分以内に倒さなきゃいけないという、もうこのかなり、めちゃくちゃ難しいクエストと、なっております。このクエスト僕ね、もう何回も死んでるんですよ。このね、あの、ギルドカード見てもらって、これ武神と失敗って書いてあるじゃないですか。でも本当にね、今これギルドカードこれ遡れないんだけど、このリオレイヤー足のクエストよりも前のね、この前ももう結構死んでるんですよ。で死んでるんだけど、まあ、収録でね、もう死んでもう何日も経って、もうしっかりとね、まあ、やっていきたいなということで今回いきます。はい。初見ではないんでね、まあ、うわー、これこんなクエスト、難しい、ああ難しいな、みたいな、そんなね、リアクションは、しないですよ。本当に、もう、一回ね、見てるというか、やってはいるので、しっかりと、まあ、攻略、まあ、要は攻略動画ですね。攻略動画みたいな感じで、皆さんに、編集して送れて、編集して送っていけないければ。はい、今回も、ロボを、首にしていきます。はい。しょっぱな、まずは、ナルガ・クル・ギングなんですけど、こいつは、もう、接近インファイトでボコボコにします。はい。こいつは、ただボコボコにする。で、方向をさせないでおく。で、これ前に避けていきます。はい。一応この装備ね、回避性能プラス1、拡散や強化、あとは、集中がついております。もうほんとザ・シンプル。ザ・シンプル気味装備です。はい。これもね、ちゃんとしっかりと回避して、マジでほんとに、一匹一匹ね、超、バカしてる。もうこんなことやったらほんとバカよ。うん。もう喋りながらだと、まあ、どうしても、ちょっとね、難しいなっていうところ、場面もあるんですけど、やはりモンスターハンター実況者として、実況しながらこの武神桃園をクリアするっていうのが、やはり俺の、このセカンド G の最後の目標に、なるんじゃないかなと思います。はい。これ右に避けたら死んじゃう。この他死んだらダメ。はい。これも死んだらダメです。皆さん。はい。そしたらまずね、さっきちょっと持ってき忘れたんだけど、鬼人薬をね、しっかりと服用して、いこうかなと思います。はい。まあ、鬼人薬グレードがいいんだけど、まあ、グレードちょっと作れなかったんで、まあ、普通の鬼人薬ね、使います。はい。もう真剣にやりましょう。まあ、でいけ。クソでいけ。こうなるが。しっかりと避けて、このね、飛びかかりはね、右斜め前にしっかりと避けていけば当たらないです。回避性能さえあればね。うん、そう。回避性能さえあれば。マジで勝ちたいんだけど、いやーこれちょっと食らわずに、いやーこれダメだ、ダメです。はい。もうね、これもうね、この時点で諦めないと、本当に無理なんで、うん、いや終わってくんない、マジで。終わった。いや、8分だ。8分か。ティガはまあ、ひたすら、はめて、はめまくる。
そう。ティエガレックスならね。地球品の先行玉をね、ここで2つ取れるから、取っときましょうかね。そろそろ降りてくるんじゃないかな。そろそろ降りてくるんじゃないかな。来た。まずはしっかりと頭になん、ぶち込んで、弓をね。オッケーオッケーオッケー。バックステップしてからもう、もう別にいいかな。うん。オッケー。はい。いきます。しっかりとアタックチャンスを使って、これ当たんない。オッケー。マジで、あれたまに巻き込まれるから、本当に。近づきすぎるとね。うん。で、そこら辺もしっかりと計算しながら、立ち回っていかなきゃいけないんだけど。オッケーオッケーオッケー。怒った怒った。離れて離れて。オッケー。あ、バカ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 。バカです。危ねえ。危ねえ。危ねえじゃないか？オッケー。これ30秒ぐらいね、こう、拘束できるから。はい、30秒。今から、オッケー。さあ。いや、ちょっとタイミング悪すぎ。じゃないか。でもなかったか。オッケー。またはめていきます。はい。こっち向いてほい。ほらだ。オッケーオッケーオッケー。しっかりと。正面にいるとちょっと危ないからね。うん。って言いながらめちゃくちゃ正面にいるんだけど。俺にどんだけ閃光玉使わせれば気が済むんじゃ。こっち向いてほい。はい。光れ。空。オッケー。ああ、32分か。オッケー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 。まあ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 。まあまあまあ。悪っ。くはないのかな？あ、今のところ一匹、今10分だね。こっからなんだよね。この後のディアブロスじゃなくて、なんだっけ、バサルモスアシュ？ごめん、グラビモスだ。グラビモスアシュが、マジで鬼のように、体力だけはさ、やっぱあるじゃん。グラビモスアシュ。だからそれをね、いかに早く倒すか、っていうのが鍵になるんですけど、その鍵を握るのが、まあ、この爆弾もそうなんだけど、支給品、オータル爆弾2個ゲットしていく。これはマジででかいよ。この爆弾と、まあ、あとは毒ですよね。まあ、要は固定ダメージで削って、しばき上げようというね、一応立ち回りでございますよと。さあ、確か、ここら辺に降臨したはず、ここら辺かな、うん、ここら辺に降臨するので、あらかじめ爆弾を設置しておくと。さあ、来い！大自然。あ、来た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 。来た来た来た。で、これね、なんかしばらく変な、時間稼ぎするから、これで、早く発覚させて、こっちに来い。さあ、デカ物が降りるは、この爆弾の上。のはずだ。さあ、俺にはもう閃光玉はない。さあ、いいところに着地してくれてありがとうございました。しっかりと爆弾を撃って起爆させたから、しっかりと今回は、まあ、今回とかも、あ、痛い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 、次は、あ、でも熱風そんな痛くねえわ。ああ、グラビモスを毒にさせる戦法でやっていきます。はい。で、こいつの場合ね、右から左へ撃ってくるビームがあるから、これ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 。これがマジうざいからさ、とりあえず、ま、なるべく右側に、左側に、うん、そう。あ、ごめん、右側だ。右側にね、痛いんだけど。で、こいつの場合ももう結構こう、もう、溜めたらすぐに撃つ。で、あとこいつ、貫通結構効くから、うん。溜め1で貫通でも、まあ、悪くないかな。うん。まあ、なるべくこう、溜め3、拡散の方が強いから、ためさん拡散何百撃っていきたいんだけど、まあ、そうじゃないときはこう隙にね、拡散じゃなくて貫通入れても悪くはないかなと思います。まあ、ちょっと離れたときとかね。そろそろ毒が、そうそう、危ない、なくなってくる頃合いだと思うんで、なくなったらしっかりと、危ない、これさ、マジこれダメージ強すぎない？これ1回のこういうね、無駄な被弾が
敗因になるから普通に、このクエストのね。で、毒がおそらくなくなったと思うので、これ2回目の毒しっかりと入れていきたいなと思います。はい、もうね、毒瓶はもう無駄にしないようにクリティカル距離、まあ、羽でもいいよ、羽でもとりあえずクリティカル距離で全てのこう矢がね当たればいいんだけど、今一番右のやつちょっとどっか行っちゃったね。うん、そういうね、反抗してくる矢もいるので、しっかりと当てていきたい所存ではあるんだけどね。はいはい、 OK、 当たらない。OK、 まずビームは問答無用で一撃だから、これは、もう言わなくても分かると思うんだけど、このビームはマジで一撃です。はい、うん、これ本当に当たらないようにしないといけない。この熱風はね、そんなに痛くはないんだけど、危ない、ああ危ない、当たっちゃった。これさ、危ねえ、今怖かったね。うん、みんなも怖かったね。うん、視聴者の皆さんも怖かったね。これさ、毒耐性ついちゃうから、もう早めにこれ先にちょっと2発くしっかりと打って、もう普通にうまくいけばこの20発で2回毒るんですよ。きたー、オッケー、ほらね。で、今回復するよ。あれ回復してたらね、結構なんだろうな、毒、これさ、やっぱ毒で削んないといけないから、このモンスター。そうだから、さっき回復してるとね、こう毒っていうのは全ての武器もそうだけど、時間が経つとどんどんこう、なんだろうな、耐性というか、こう薄まっちゃうからね、うん、濃度が。そう、まあ、濃度って結構いい例えだわ。うん、毒の濃度って結構、羽まで逃げろ。OK、危ねえ、今のは本当に危なかった。よいしょ、これじゃ右に避ければ大丈夫と。で、こういう時に、スタミナない時に、こんな感じで貫通でしっかりと打ってあげると、オッケーオッケー、まあ問題ない。いや、それは当たるよね。うん、それは当たる。いや、ちょっとさ、ここで時間食いたくないわ。まだまだ全然、だってあれじゃない？いや、うざいわ、マジうざい。ちょっと、マジでうざい。どうしよう、これ。これ、どうしよう。どうしよう。皆さん、これ、え、今当たった？あ、待って、この声、これ足引きずってる声です。はい、皆さん。これがね、足を引きずってる声で、これはちょっと、あれだね、速攻行って、こいつの場合も捕獲します。はい、もうね、倒す時間がもったいない。ちょっと回復薬グレードが剥ぎ取れなくなるのはすごくもったいないな、っていう気持ちではあるんだけど、おい、こっち来い！バカが。いや、それはマジで終わっとるよ、君。そのやり方。そのやり方マジ終わっとるわ、君。いや。嘘でしょね。いや、嘘でしょ。いや、嘘だって、これ。ね。お前嘘やなあ。来た。ええ、いや、嘘でしょ。はい、まあ、こっち来い。はあ、嘘。眠りやがれ、バカ。オッケー。はい、これでとりあえずクリアして、あと一応、あとなんとか。あれ、蜂蜜持ってきてなかったっけ、俺。ちょっと待って、やばい、回復薬グレードなくなっちゃった。ちょっと調子乗っちゃったかもしんないね。うん。待って、回復薬グレードちょっとあったよ、確か。ね、向こうにあった気がする、向こうに。この草むらに、あったと思うから、大きい薬か。まあ、いや、とりあえず回収しよう。よーし、ちょっとあとはディアブロス亜種と、ラージャンか、20分だ。いけっかな。こっからマジで緊張するんだよね。いや、20分もねえよ。あと19分だ。そしたら、まずは、しっかりと、こいつに、毒をね、まこうかなと思います。はい。毒ないね。そうやって方向してると、マジで時間もったいないから、オッケー、しっかりと。毒だよ。毒ないか。まあいいや。まあいいでしょう。さあ、こっからだ。こいつの場合は、尻尾をマジでね、肉質がね、ありがたいことに、
弱いから尻尾を主にね、尻尾と足だね、うん、主に狙っていきたいんだけど、これでも潜られると結構ね、出てくるまでが遅い時とかはあるから、いやーちょい、いやこれさマジでさ本当にあの方向を避けられない。いや終わった、こんな終わり方じゃ大パンもしたくなるよね、うん、よしあと10分でラージャンを倒せば俺の勝ちだこのゲーム。さあいけるのか俺、超緊張します。もう、体中の、ね、穴からちょっと汁がね、滴り落ちてるね、状態なんだけど、もうそれぐらい今めちゃくちゃ、興奮っていうか、何これこの、緊張なのかこれ。俺にはあと、睡眠爆破1回分、そして痺れ罠1個、しっかりとセットしてあるので、ここら辺にとりあえず痺れ罠、とりあえず、ぶち込んどいて、残りの9分でラージャン討伐できるのか？いけるのか俺。このクエスト卒業なるか？ここでね、変に一押すとか、ビビりかましてたりするともうすぐに終わるからね。俺は一応ラージャンを得意としてるハンター。ラージャン得意なハンターを売りとしてるね。YouTuber、あやわだ。潰す。最後はお前だ、ラージャン。潰す時がやってきた。やっとだぜ。このラージャンに来るまでもかなりこうね、時間を有したというかね。これバックステップでしょ。はい、置いておけば大丈夫。言ってもこいつもね、体力クソみたいに高いから、しっかりとここら辺に爆弾携えといて、ショートル爆弾で起こしますよと。その間に俺は後ろで、タメさんを構えておきながら、これで後ろにバックステップ OK。こっからが、最終勝負。これは多分届くから、しっかりと避けて、貫通でもいい。とりあえず攻撃しろ。とりあえず、攻撃。まあ、俺、ラージャンの動きは正直、もう、覚えてるから、ね。覚えているので、もうね、知ってるんであれば、ちゃんと避ける。ね。その、ただのその、で、これはそう、あの、デンプシーが短いと、これ内側に避ける。嘘？一撃？いや、一撃？なるほど。オッケー、大丈夫。まだ7分ある。ここで、なんか変に罠にかき、ね。かからなければ大丈夫。そう。俺さ、防御力が今めちゃくちゃ低くて、蜂蜜とかね、なんかいろんな爆弾とか、罠を、アイテムポーチに入れる、と引き換えに、守りの護符とかね、守りの爪とか、全部、廃棄したから、ゴミに捨てたので、あ、待って、間違えた。これ、鬼人薬を飲まなきゃいけないんだけど、これビームして。お願い、オッケー、大丈夫。そういうのは大丈夫。罠に引っかかったら、よかった、危ない。よし。行くぜ、ラージャン。とは言ってもしっかりと、よし。この長いデンプシーは振動が結構、振動範囲短いので、大丈夫。まあ、罠に引っかかってくれてありがとう。さあ、今のうちに頭から、この腕に磨いてしっかりと、弓をね、打っていく所存ではあります。これね、広いからね、振動が。これ。これ振動が広いから、さすがに避けて、ちゃんとね、攻撃を受ける。そう、俺は防御力がないんだ。防御力がもう終わってるから、ちゃんと避けて、行くんだけど、はい、OK。大丈夫だ。このアスカ文化もね、結構範囲広いから、ちゃんと避けないと、死んじゃうと。ね、でも、攻撃の手を緩めるな。攻撃の手を緩めたら終わる。マジで。よしよし。これ、デンプシー長いから大丈夫。よし。
いや、矢がちょっと2本ぐらい当たってないのはちょっと気になるんだけど、ちゃんと全部当てろ。 OK、 離れたら貫通でもいい多分。でこれバックステップしに来いよバカと。 OK、 怒った。これは頭にちょっとかすってさすがにビビった、さすがにね、さすがにビビったんだけど、危ない危ない。よし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 、それはありがたいね、その攻撃マジでありがたい。かなり近づけ、 OK、 かなり近づこう、大丈夫だ。これはほらほら範囲広いよ。その後にキリンステップ、危ないよこれ。どうしようか、飛躍いっちゃう、飛躍いっちゃう、怖い怖い怖い、どうしよう、これ飛躍いっちゃいましょう。はい、 OKOK、 大丈夫、多分大丈夫、多分大丈夫、多分大丈夫。死んでもまだ栄養剤グレート2個ある。よしよしよし、これ長いデンプシーは振動が弱い、そう覚えておけば大丈夫だ。振動をね一番回避できたらいいんだけど、そんな高度なテクニック多分できないと思うから危ないよ今のは。マジでラージャンに向かって逃げることがすごいいかに大事かって、俺ラージャンをね何回やったかね、何回もやって思い知らされてるからね、マジで。手を緩めるな、攻撃の貫通でもいい、とりあえず攻撃当てろ。そうだ、俺にはまだあと5分ある。落ち着け、落ち着けばいけるだろう、ラージャンだからね。タイムアップになったらマジで終わるから、これ本当にこれ最終回、モンスターハンターセカンド G、 これが最終回だ。よしよし、これ後、これあれだね、ちょっと後ろに行けば、振動、当たんないわ、結構横に広いんだあの振動、後ろだったら大丈夫だ、そういう発見もね最終回で できたとね。二度とセカンド G のラージャン多分行くこと多分ないと思うんだけど、お前がセカンド G のラージャン最終回なんだよ、頼むから俺に花を持たせてくれないか。もうね左上の時計見ない、時計見たら焦っちゃうから、今まで通り時間はあとね24時間、大丈夫だ、時間はいっぱいあるね、時間があると思ってちゃんと立ち回ればいつも通りの俺またそこにいるよな、いつも通りの俺。 OK、 大丈夫、いつも通りの俺がそこにいるのであればまた大丈夫。よっしゃ、あーはっ、 OK、 ありがとう。 OK、 大丈夫、スタミナ気をつけて、はいはいはい、今ね緊急回避しようと思ったけど終わってたね、緊急回避したら OKOKOK、 大丈夫か、ラージャンよ俺に花を持たせてくれんか、頼むから。よし、後ろに行けば振動も当たりません、攻撃もこれちゃんと避けて、よしよしよし、広いからね、アスカ文化波動みたいなのが結構届くから、これ気をつけて気をつけて、もう一回避ける、よしよし、もうねそれぐらいビビるまで避けてもいい、ただし攻撃の手を緩めない、それも大事だ、それもすごく大事。落ち着けば、バカ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 、これはバカです、これ内側に、なんで、ちょっと待て、いや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 、避けられなかった今のね、あいつのケツにも判定があるのか、もしかしてこのゲーム。落ち着けばいけるぞ、攻撃の手を緩めない。え、嘘嘘嘘嘘、ちょっと待って、やばいやばいやばい、50分ですよ、ね、50分だよ今の、マジで言ってるね、嘘、もうダメ、もうダメ、もう勝てない、このクエスト勝てない、
やったやったやった終わった終わったいやー、ちょっとこれはすごい達成感だ。これはすごい。俺もな、やっと勝ったよ。めっちゃ難しかった。もう最後さ、もう無言でやったわけですよ。マジで息を飲む戦いとは、まさにこのことだったのか。いやー、無事、武神桃園。あ、48分27秒と。はい。無事。ソロで弓でクリアすることができました。いや、マジで、このクエストが、なんでね、こう、15年経った今も、まあ、代々こう、難しいってね、言われてるって、こう、理由がなんとなくね、分かった気がします。これなんだ、これ。お、ゴールの天輪ゲットしていく。とんでもねえクエスト用意してくれましたわ。いやー、でも、無事クリアできてよかったです。はい。さあ、戻ってきました。ギルドカードを見てみましょうかね。はい。武神桃園をクリアと。ね。やっと、クリアしました。あ、2023年、クリスマスイブにね、ちょっと一人で、やったわけなんですけど、いかがでしたでしょうか？かなり、難しいクエストだったです。日本語もね、ちょっと V 破壊しちゃったんだけど、これで難なく、モンスターハンターセカンド G を卒業できそうです。はい。ソリュー、また、次の動画でお会いしましょう。あやおでした。またね。